たことある。チョコちゃんはこの動物はどういう動物なの？これはよく家出るとそこら辺にいる、魔界にいる、踏まれて喜ぶなんか妖怪。それ私ですね。いやいや、ド M 申告するのやめてくださいね。エンジで、エンジでしょ。何色なの？色は踏まれた人の色に変化する。へえ、そうなんだ。そうなのか。チョコちゃんが踏むと何色になるの？ピンク。えぇ、エロ。ちょっと誰ですか、エロって言ったの。あ、すいません、エロって言ったの誰ですか。やめてください。ちょっとピンクのオーラでエロを想像するのやめてください。ガキがよ。じゃあまずはラプちゃんからいこうかな。はい、ラプラスエームです。いや、自己紹介。それはお前の自己紹介だろこれ。家の外にいるんでお願いしますね。チョコさん完全に自分ですね。ガチチョコの家の前にいてくれるってこと？この前行ったんで分かりますよ。やめてください。でも確かに角とか入ってるし。プレイってこと？プレイとか言うのもやめてください。はい、じゃあチョコちゃんの答えこちらです。踏んでくれ。結局ド M じゃねえか。なるほど、踏んでくれ。まあでもこれを踏まえてね、あの、どの名前が一番良かったか、じゃあチョコちゃん決めてもらってもいい？うん、いいよ、素直な気持ちで。ラプラス M ですで、お願いします。やったじゃねえか、イーグです。今日は1点ももらえないかと思いましたよ。まっこと感謝です。普通だからね。癖強っ。